23日に議員辞職願いを提出した自民党安倍派の宮沢博之衆院議員49比例投開の不祥事がパパ活不倫だったことが24日分かった。25日発売の週刊文春文藝春秋が報じている。既婚者ながら20代女性と金銭援助を伴う同性出会い系サイトを使った売春疑惑、連日にわたる派遣型風俗店の利用など品格なき行動のオンパレード、不祥事の内容を説明せずに辞職で幕引きを図った宮沢氏には関係者から恥ずかしい、無責任すぎるとの声が上がった。同氏によると宮沢氏は3年ほど前出会い系カフェで知り合った28歳の女性と都内の賃貸マンションで家賃を負担して同棲生活を送った。議員会館には入居せず妻子は地元暮らし。当時はコロナ禍で自民党議員の銀座高級クラブ通いが発覚し批判されていた時期と重なり、同棲は1ヶ月ほどで解消した。コロナ禍が明けてからは出会い系サイトにひろゆき49歳東京都自営業のプロフィールで登録、処女卒業のお手伝いしますと男性経験のない女性を探すような文章もあった。さらに今月は都内の自宅マンションに2夜連続でゲリヘルの女性とみられる人物が出入りしていた。同氏の直撃取材に宮沢氏は寂しさと欲望です、性欲が強かったものでなどと一連の行動を認めている。また素人女性を好む理由を聞かれると、銀座のクラブは面白くない、エッチできなかったら不満が残るなどと正直に話している。一方安倍派の政治資金パーティー裏金事件によりキックバックされた裏金については秘書が管理しているとし、こうした女性たちには使っていないとした。文春の発売に先んじて23日に議員辞職願いを提出、24日に東京永田町の議員会館にある事務所では引っ越しの準備作業が進められていたが本人の姿はなかった。25日の本会議で辞職が認められる見通し。ただ地元の関係者は東京の事務所関係者にも連絡がなく居場所もわからないようだ、説明も不十分で無責任にも程があると呆れ果てている。宮沢氏は自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐり派閥から慣行令が敷かれていることを明らかにし、公然と執行部を批判したことで注目された。永田町では今回の辞職は政権への影響は少ないと見られているが、国会議員の金や性にだらしないイメージは増幅、国民の目は厳しくなるばかりだ。